腹すいたな。さっきお昼ご飯食べたじゃん。そうだっけ。でももうすぐおやつだし、なんか食べたいな。そこのあなた、ドーナツいかが。ドーナツ屋さんだ。わあ、いいところに。もっと食べたいのに。こんなに食べきれないよ。タイちゃん、いつの間に。私もドーナツください。毎度。じゃあ2つかしこまりました。と言いたいところだけど。え、食べる数はサイコロを振ってね。サイコロ。サイコロで振った数しか食べられないお店なんだよ。リリちゃんは2つ食べたいって言ってたけど、思い通りの数字が出るかな。サイコロドーナツ屋さん開店です。よーし、振るぞ。わー、いっぱい出せ。いっぱい出ろ。えい。お、おー、三つ。わしはお腹が空いてるからいっぱい。うわー、ごはん多いよ。結構きた。あ、多い。タイちゃんは見て、四だけ赤いから四出すぞ。一番赤かった。やんでろー。本当だ、一番赤かった。1と4で5になっちゃった。きたみたいなドーナツ来たね。野球の形や。いや、これもう一個目はめちゃめちゃ美味しいから。ねえ、何個でもね。いや、そう。いただきます。いただきます。イエーイ。形めっちゃ可愛い。あはちゃんっぽいよね。あはちゃんっぽい。テニスボールだね。テニスボールだ。可愛いね。可愛い。いただきます。いただきます。いただきます。美味しすぎる。いいな。うん、全部違うドーナツ重ねてますから。うん、うん、美味しすぎるドーナツ。あ、リレちゃんもう食べ終わる。早いよ。もうね、サンプだし。いや、さすが。いや、さすがリレちゃん。実は MC の中で一番食べるんじゃない。ね。いや、ちょっともうちょっと欲しいかもな。え、いいよ。いや、ダメ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 。だって旅館の人にそうあげんなダメだから。そうだよね。責任持って。はい、いただきます。おお、りーちゃんまだまだ食べれんの。まだいけますね。本当。うん、え、いけるよ。え、あ、はい、もう一回ドアスケンジあるよ。やったー。来い。えい。あ、おリリちゃんプラス1個なんで、うんうん、この中から好きなドーナツ1個選んでいいよ。わー、選べるのこれ。うん、なんかうん、スポーツの確かにボールシリーズがあるんだね。ボールシリーズね。そしたらね、このバスケットボールかな。おー、いいじゃん。これ行こうかな。ってことで私はバスケットボールゲット。すごい、かわいい。かわいいね。いただきます。お、何のやつなんだろう。かぼちゃみたいな。めっちゃ美味しい。オレンジ色だからかぼちゃ味なのかな。そうだ、余裕そう。ね、じゃあ、パーちゃんとタイちゃんちょっと頑張って食べて。ね、美味しかった。うん、パーちゃん、パーちゃん、パーちゃん、あ、残ってるよ。すごい、夢の中でもドーナツいっぱい食べて。幸せな夢じゃん。ご飯だったらもっといけるけど。わかる、わかるよ。一番下に実は、すごいチョコレートのやつがあったの。おー、それを先に食べてたから。あー、あー、すごい、すごい。もうちょっと、ね、うん、三つもあるよ。いや、もうね、めちゃめちゃ甘いんだよ。いっぱいよ。頑張って、頑張って、頑張って。こっちもうまいし。あ、でも確かにさ、交互に食べれば。いや、そうだよ。いいじゃん。本当だ。あー、あー、え、あの一口になったよ。そういうことね。まさか。あー、頑張れ。バイバイ。あー、あー、コーヒー飲みたい。あー、次は大好きなハンバーガーが食べたいな。ハンバーガーはいかが。こんなところにハンバーガー屋さん。ここもサイコロ専門店なのです。ハンバーガーの種類もサイコロを回してもらうよ。さっきみたいにいっぱいありすぎても食べきれないかも。ハンバーガーだったらいくらでも食べられるぜ。あら、よっと。さあ、これで食べる個数が。ハンバーガー大好きって言ったじゃん。個数でしょ。そうだよ、これで個数が決まったからね。いいんですか。いいよ。やった。優しい。もう1だったよ。絶対に出るわけない。ん、あ、
お出てくる8とか出す8 ないよ6までないよ、そのサイコロ。おい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 いや、もうこれ私、もう今この運動でドーナツを消化してるから。6、9、0、6、9、0、6、9、0、イエーイ。あー4、でも合計7だ。7だ。次はサイコロ振って種類を決めてもらうよ。まあね、これハンバーガー僕好きですから、うん、どれが来ても嬉しいんですよ、正直。7ハンバーガーやばい。いや、そうなのよ。確かに、うん、俺は運命を自分で決めるぜ。それそれサイコロに決められてんだけどな。そんなー、すごい6。これ何、お楽しみって。お楽しみは、お楽しみ。ドキちゃんは何が食べたいんだい？いや悩むけど、照り焼きかな。あー、いいですね。目指すは2。いいだろう。あ、2、2、2、2、すごい、すごい。リリちゃんはもう狙うのポテト。あー、ポテトの方が良くない？いやでもね、しょっぱいものが食べたいんで。うん、おー、うめ。あら、お楽しみ。好きな数数えてみて。1、2、3、4、5、6、7だ。ここはの数だったんだ。スペシャルチキンバーガーです。やばい、こんなの見たことないんだけど。やばい、でしょ。ねえ、リリちゃんのお楽しみはねえ、リリちゃんも7つだよね。そうだった。うわー、すごいね。これ誰よりもでかいよ。トキちゃん4つでもだいぶ少なく見えるけど、ね、確かに。でも4つだよね、だいぶ少ない。あれでもトキちゃん、私5だったはずね。トキちゃん5で、4しかない。4つだけど、この中の誰かが食べたらしい。トキちゃん、ちょっとあの足りない1個。ああ、なるほど。これ味変になるよね。味変になる。確かに、だってポテトがちょうど欲しいと思ってます。ああ、確かにいいね。よし、いけ4。えっ、イエーイ。4を出したときちゃん。うわー、やばい。これ最高のセットかも。いいね、いいな。これは美味しくいただきますよね。じゃあ、いただきます。いただきます。うわ、どれから食べようか。うわ、もう本当だよ。大体一緒なんです。これかな。うわ、これなんだ。特製ビッグマックだから。やばい、一口でいく。マジかよ。うわ、さすがに無理。さすがにね。上から。美味しそう。え、でもさっきドーナツいっぱい食べてるからね。あ、確かに。そう、お腹は結構いっぱいだけど、まだ美味しいです。さすがだね。これどうやって食べたらいいんだろうね。上から3つ目ぐらいまでは行きたいな。うわ。ね。お。あん。うわ。サックサクのチキン。美味しそう。チキンね、1個欲しい。食べてる。あ、いっぱいある。目の前を見なさい、あなたは。いっぱいあった。食べてる場合はないよ。じゃあ私は、すき焼き食べます。いただきます。うん、うん、美味しい。おお、しかもポテト、辛のポテト。うわー、いいだ。お、めちゃめちゃ順調じゃない？え、ちょっと早くない？早っ。なんかまだいける感じする。すごい。でもリリちゃんすごい。どうなってんの？順調なんだよな。結構やばいね。本当？そうだよね。さすがに。何にも考えないで上だけ食べちゃったらさ、もう月だけ残っちゃった。チキンはあと何個？4、5、6。え、1個しか食べてないよ。1個しか食べてないの？やっちゃったよ。いやもう俺パンと一緒に食べるチキンが一番美味しいんだからもうね。まあ確かに。まだ下ね。そうだよね。あ、本当だ。じゃあこれだけ食べちゃえばいいんだ。え？いただきます。最後きつい。うわ。今が一番美味しいんだから。あれ、ちょっと止まっちゃってるけど、ちょっとちょっと
あれ？いや、止まってないほら。あ、すごい、すごい。ポテトが振ってる。てか今まだ食べ続けてる人がいるけど。やばいよ。あ、全部食べたよ。あ、最後。最後。すごすぎる。これ出ちゃうんじゃないの？あの。あ、そう。ねえ、楽しみ。いただきます。ごちそうさまでしたってまず出ます。でんでんな。そう。お店を出ます。あ、食べそう、そこね。それ。気持ちいい。出ましたー。これね、実は。実はね。ラーメン屋さんに行ったんだよね。そう。いっぱい食べた後にお店出て、今の気持ちいいらしい。そうだったんです。そう。食べた。気持ちいい感出ないね。そう。あのラーメン気持ちよかった。でも今回のこのハンバーガー食べきったのも、うん、すっごい気持ちいいです。どうぞどうぞ。え？どうぞどうぞ。みんな食べてよ自分の分。そうだよ、そうだよ。フードチェンジだよ。危ない危ない。でもまだまだ時間はあるから。まあそうだね、うん、ちょっと頑張って。もしかしたらね、うん、次はさ、ケイちゃんの大好きなデザートだったり、ケイちゃんの待ち望んでるコーヒーだったりするかもしれないじゃん。そうだ、ケイちゃんも頑張れ。まだまだ。ケイちゃん、お腹いっぱい食べられてよかったね。すごく食べたい。どうしたの？あんなに食べてたのに。アイスは別腹なの。そう言うと思って。アイスクリームはいかが。やったー。準備良すぎ。だけどアイスもサイコロだけどね。まだと思った。アイスなら何個でも食べれるよ。おー、いでよ、ロケー。やったー。今まで私もアイスならいくらでも食べれます。おお、うん、素晴らですよ。わあ、6出るかなそれ。やべえ、やったー。おお、2回目お願い。2出る、頼む。どうなる。あれ、あれ、じゃない。1は出たじゃん。ね、1個もないじゃん、ときちゃん。1個もない。あすごい、すごい。いやいやいや、5月やけど。5月だよね。これ見てよ、これ。え、1個って、これの 1？ めちゃめちゃ可愛いんだけど。ポケモンいっぱいいる。え、可愛い。わー、めちゃくちゃチョコレートも全部ポケモンだ。え、やばー、1個だ。めちゃめちゃ美味しそう。これもポケモンのアイスなんですよね。これ店員さん何？こちらね、商品名、うん、ピカチュウとホゲータのフルーツアイスでございます。美味しそう。これしかも私も家族にもある。やったね。じゃあこれから食べちゃおう。いただきます。どんな味するんだろう。ねえ、フルーツアイス？パインの果肉みたいなのが。本当だ、入ってる。そうそう、美味しいんだよね。めっちゃ美味しい。これめっちゃいい。すごいよ。これすごいね。これ良すぎる。かわいい、じゃあちょっとニャンハのところ、うん、いただきます。ポッピングシャワーだ。わー、ポッピングといえばの最高だね。わ、1個すごい。いいね、うん、おげーた。わー、美味しいとこだこれ。ね、おいしい。あー、いいな。アイス美味しいけどちょっとね、うん、口が冷たい。血が冷たい。待って、まだ1個しか食べてない。あれはじゃん、ほんとだ。私2個食べたよ。頑張ったら食べれるんだけど、うんうん、ものすごく時間が欲しい。いや、わかるよ。溶けちゃうから。もう溶けてるもん。いや、そうだね。溶けてる。いや、その間もずっとさ、食べ続けてるの。ね、とっちゃん、すごい。食べたい、ね、ずっと食べてたい。いやー、すごっ、すごい減ってる。美味しいよ。はい、じゃあ次、クロワッサン食べます。わー、かわいい。すごい。私実は、うん、ラスト1個です。なに、すごい。ポッピングシャワー大好きだから、うん、最後に取っておいたんだ。おー、そう、好きなの最後に食べるタイプだね。そう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 。キクちゃんもスピードめっちゃ速いからさ、1個とはね。1個だけど、4つだった味は。確かにね、ポケモンも4匹乗ってたもんね。確かに、
ろんな味が楽しめるね。ねー最高です。うん、最高だ。おー最後の一つで、うん、食べれたら幸せだよ。うん、うわあ幸せそうな顔来る。あー出た出る。うわっ何個食べたの。6個だよね。すごいよ。信じられないよ。うん、頑張ったら食べられるんだけど、うん、1個だけ言ってもいい。うん、チケットをくれ。わぁずるぇチケットをくれ。ずるぇチケットをくれ。普通に来た。普通に来た。あのチケットをくれは人面犬の人面犬のお兄さんです。兄さん何なん人面犬。母ちゃんね。今ね、チケットくれでね、スケットさんが来てくれて、そう、本当はちょっとなったからもう通りでしたよ。そうだ、すごい。チケットが、あーすごい。そしてピカチュウのチョコレートも。あー、ピカチュウかわいい。すごい。みんなで完食できた。すごい。余裕そう。ねえ、トキちゃん。アイスたくさん食べられて、幸せ。あれ、トキちゃんどうしたの。あ、アイス食べすぎて、こっちこっち。アイスの食べすぎで、トキちゃんが凍っちゃった。みんな、アイスの食べすぎには気をつけてね。ポケモン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。好きなポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い。水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。4派だったので、ホゲータを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。今日も動画見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。コメントも待ってるよ。おすすめ動画もチェックしてね。またポケル TV に会いに来てね。せーの、またねー。